ヒカキン TV Everyday。 何者なの YouTube。 どうもヒカキンです。ドンキホーテに行ってドンキホーテで見つけて即購入してきました。ザ・ブラックマスク、じゃじゃん。 BM ザ・ブラックマスク、ジギリヒョッピ。空気中の花粉ウイルスを 99.5% 以上カット。ほぼカットやないか。竹炭パワーで吸着吸収率抜群。脱臭力、吸着力、抗菌力、消臭力アップ。用途は、風邪花粉ウイルスハウスダスト用で、ドンキの売り場にはレディース用のちょっとちっちゃいマスクと、こちらのメンズ用の大きいマスク2種類売ってました。で、僕はこちらメンズ購入したんですが、これが5枚入りで、380円でした。まあ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 、コンビニとかで売ってるマスクとそんな値段変わんないかなと。で、売り場にはこうなんかイケメンの男性がつけているこう写真が載ってて、なんていうかね、こうギャングというかね、もうなんか悪の組織というか、もうこうなんかもうとにかくギャングだぜっていうね、かっこよさを放ってたんで、まあ、僕がつけたらどうなるのかなと思って興味本位で買いました。まああとはなんかね、まだよくわからないんですが、今年花粉症デビューしたかもしれないんですよ僕。あったかい日になると鼻水がすごい出るのと目がちょっと痒くなる、まあ、まさにこれ来ちゃったかなって感じなんですけど、兄貴の生菌もね、数年前からいきなり花粉症になったっていうんで来ちゃったかなと思います。まあ、そういう意味も込めて買いました。で、いつも僕こういう普通の白いマスクしてます。50枚入りで多分5、600円くらいのすごい安い箱のやつ使ってるんですけど、これつけるとまあこういう風になりますね。うん、まあ、いつも街では確実にこんな感じですけど。それではブラックデビュー。いやー、逆に目立つよね、これね。お、しっかりしてる。うおめっちゃブラックです、これ、ほら。うおなんかね、綿棒みたいですね。綿棒もブラック綿棒とか人気あるもんね。おぉ。あ、ちゃんとここ折るやつついてる、鼻がね、こう、しっかりフィットするように。いきます。闇の組織デビュー。これはまさにギャングだぜ。なんかこれだけでちょっとなんか怖そうっていうか、なんか悪いことしてそうって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、なんか悪い人っぽいな。うわ、全然違うよね。だってこれほらほら、これだけでちょっとなんか正義の味方っぽくなったもん。うわー、これハーフ&ハーフとかでいきたいね、これね。これハーフ&ハーフ、これすごいね。これほら、これはすごい。あ、こういうの出したら売れんじゃないこれね。両方楽しめちゃうよ、みたいな。正義か悪か分からない、みたいなね。それどうでもいいんだけど。いや、それにしてもこれすごいな。目立つな、これ。僕も多分一回くらい見たことあるんですよね、街で。これつけてる人を。でもやっぱこれ目立つな。すごいな、これ。あの野郎遅えな。お、来たか。例のブツ持ってきたんだろうな。持ってきたぜ。これいつも僕が着てるロングコートなんですけど、めっちゃ悪い人っぽくない？これちょっとオーラ放ってるよ、これ。そう、まあ僕個人的にはやっぱり逆に目立つし、ちょっとだけつけるのには勇気がいるというか、まあちょっと視線を気にしてしまいそうだなと思ったんで、僕が実際にこれを街でつけるかというと、ちょっと悩むかもしれないけど、まあ、ルックス的にはかっこいいっちゃかっこいいと感じました。ブニブニブン、トゥデイズヒカキンズポイント。セブンティー。質問しっかりしてるし、まあ、シンプルでいいと思いました。ただね、僕はやっぱり人の視線を気にしてしまうかなーなんて思って、まあ、黒が好きな方はぜひ。バイ。タラク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 。